ヤンググランプリ出場島川選手です。どうですか、ヤンググランプリに向けて。そうですね、まあちょっと肉離れの怪我して、まあ、欠場ちょっと2場所したんですけど、まあ、肉離れも治ってますし、まあ、もう練習も思う通りできたんで、まあ、なんで肉離れしたの。ちょっと練習中にパワーマックスしてて、ちょっと前からちょっと違和感あったんですけど、ちょっととどめ刺されて、ちょっとダッシュ練習で。どこ。右のふくらはぎです。ね、あそこやりやすいっちゃやりやすいんだよね。そうです、まあ、自分のケア不足とかもあったんで、はい、あの使いっぱなしでやるとそういうことになってしまうからね。はい、そうですね、まあ、そういうとこちゃんと気をつけます。まあ、でもね、あの一つの経験だし、それは。そうですね、まあ、これから体の大事さをちょっと分かったんで、まあ、いい経験になりました。これも1回目のグランプリの時に肉離れして、はい、12月1日に、はい、で1ヶ月走らずグランプリ走って優勝したんだけど、はい、じゃあ今回も優勝できるように頑張ります、うん、なんかそういうことあるかもしれないよ、はい、そうですね、まあ、中野さんみたいに、まあ、優勝できるように頑張ります。あの今までもね、肋骨折って優勝したとかっていうの2人ぐらいいるし、はい、村上さんです。その井上もそうだし、はい、ね、なんか手負いだと大事にこう、ね、言って大きくなんていうの、自分がその気持ちがね、そんなに落ち着いて走れるっていうか。そうですね、まあ、あんまり気負うというか、まあ、リラックスできてるんで、ね、逆にいいかなと思います。でも普段先行まくりで戦ってるわけでしょ。はい、今回は大田君の番手なんですけど、ね、大谷は練習ではよく、あ、練習は一緒にやってるんで、はい、踏み出しは、まあ頑張ります。ついていけば抜ける。ついていけば、まあ抜きたいです ね、はい、遅めのまくりだとしんどいだろうけどね。そうですね、まあまあ、早めのまくりだったら、ね、はい、まあ、ホームぐらいからバーンと言ってくれれば。そうですね、まあ、チャンスはあると思います、ね、しっかり頑張って。はい、ありがとうございます。では一言、明日から頑張るので応援よろしくお願いします。はい、徳島の島川選手でした。